はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、持続化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、病気している人でもそうじゃない人でもですね、体のことを考えたらね、あまりこう食べたらあかんものっていうのがね、いろいろ考えると出てくると思うんですけどもね、その中でもね、出てくるものがやっぱりこうスイーツですよね。食べてあかんことないんですよ。ちょっとね、間食というので、その必要なね、糖分とかってやったりっていうのは取った方がいいんですけども、僕は今はその病院からですね、糖尿病予備軍と、宣告されてますのでね、とりあえずはその甘いものを立っているんですけども、しかしたまには食べたくなるもんなんですよ。だからってね、そのカロリーカットのね、スイーツとかあるじゃないですか。そんなの買ってもですね、それなりにその甘味料といいますかね、調味料が入ってるし、例えばそのダイエットやいうと赤ちゃん用のお菓子とかをね、買ってもね、それなりにちょっと甘いしね、ビビたる量でも気になってしまうんですよ、甘さとかっていうのがね。だからね、なかなかね、手が出ません。でも食べたいんですよね。だからそんなもんね、作ってしまえばええんすよ。ということで、今日は砂糖を使わないクッキーを作っていきます。ただただね、砂糖を使わないだけでね、他の材料はね、使いますよ、ちゃんとね。油も卵もね、使わなかったらね、ただのね、小麦粉のままね、焼くだけではね、クッキーにはなりませんのでね。しかもね、そのままね、オーブンの中でね、焼いたらですね、粉塵爆発が起こってしまいますので、大変危険でございます。本当はね、その油もね、卵も使いたくないんですけどね、それではね、ただのおやきになってしまうじゃないですか。小麦粉とね、水を混ぜてね、フライパンで焼くだけでね、そういうお菓子があるじゃないですか。そうになってしまいますので、僕はクッキーが食べたいんですよ、クッキーが。これはね、管理栄養士さんに言われたんですけどもね、油もね、卵も小麦粉もね、三大栄養素である、そのタンパク質、脂質、炭水化物なので、必要なね、栄養素なのでね、食べた方がいいですよってね、言われたんです。そう言われてから、その別に悪いものではなくなったんですよね、僕の中ではね。だからね、安心してね、使っていきます。そのね、さっき三大栄養素って言いましたけども、ただただその、どの食材でその三大栄養素を取るかによってね、大きく変わってくるんですよ。吸収率とかっていうのがね。でもそれはね、ちょっと難しいんで、今日はしないんです。また今度お話しますね。はい。だから今からね、作っていくんですけどもね、初めて作るからね、ちゃんとできるかわかりませんけどもね、食べてる感もね、味わいたいのでね、とりあえずやっていきます。はい、では今からね、クッキーを作っていきます。材料がですね、こちら小麦粉、これがね 120g でございます。バター、卵、 M サイズです。これらの材料を、作り方を見ながら作っていきます。ボウルにバターを入れ、泡立て器でよく練り混ぜる。滑らかなクリーム状になったら、グラニュー糖、塩を一度に加え、ふわっと白っぽくなるまでぐるぐるとよく吸い混ぜる。入れません。はい、だから今からバターを混ぜるだけの作業をします。バター混ぜるだけってね、ボウルやろ。これを入れますよね、 50g。 はい、混ぜるんか。あ、これで混ぜるって書いてあるな。混ぜるだけでええの。何混ざるんかいな。何も入れへんからふわっとなれへんのとか、そんなオチ嫌やで、絶対。でもな、混ぜますけど、これ以上なんか変わります？バターってね、これ以上なんか変わりますか、ほんまに。ただちょっとバター柔らかなってるだけやんって感じなんですけども、はい、混ぜましたよ。卵黄を、違う、卵黄って書いてある。ってことは分けなあかんの。やったことないって。やろう、やってしまおう。やりますわ、いつもの卵の割り方で言います。うわ、ドキドキする。これは全然ドキドキせえへんねんけどね。えこれはドキドキせえへんねんけどな。割って白身だけ出すんでしょ、要は。これミスったらやばいんちゃう。出てくるん、白身だけって。出てくんの。いや、ちょっと待って、割れる。おお、こうは割れてるやん。いけたー、割れてるー。まあいいや。えい、くそー、失礼しました。黄身がちょっと入っちゃった感じです。もったいない。まんべんなく混ざったら。まんべんなく、また混ぜなあかんっすよ、これ。
まんべんなく、まんべんなくすぐ混ざるんじゃん、こんなね。まんべんなく混ざりましたよ、卵だけ、卵黄だけ。いやでも初めてやりましたわ、卵黄だけってね。みんなこんなんやってんすね。どうですか、こんなもんですか。卵黄混ぜてぐるぐる手早く混ぜて、まんべんなく混ざったら薄力粉を一箇所に固まらないように加える。そんなドバッと入れたら固まるやんか。ふるいにかけたらいいんか。ふるいにかけましょう。いきます、いきますって。ほら、入れたよ、入れたよって。で、ふるの？おお、すげえ。へえ、こんなんなんねや。雪降ってるみたいね。春生中ね、地味な作業です、ね、ちょっとショートカットすると思いますけどね。おお、入れ終わりました。もんじゃに持ち替えて、そこからすくい上げて、さっくりと切るようにしながらよく混ぜ合わせる。粉っぽさが関係なくない、いいか。全体がしっとりしたそぼろ状になったら OK。 そこからすくい上げるように、そこからすくい上げるように、こういうことね。何の作業これ。でも大事なんでしょ、こういうのがね、しっかりしとかなあかんわけでしょ。これが固まって、要はあれでしょ、伸ばし、綿棒用意してますけど、綿棒で伸ばすんでしょ。わあ、すげえ、色変わってきた。で、軽く掴むように一つにまとめ、生地をラップで囲んで四角く形を整える。冷蔵庫に30分以上置いてなじませる。生地を取り出してオーブンを180度に温められる。30分置かなあかんねや。あ、まとまる、すげえ。今ね、こんなね、ほら、そぼろの、ほら言ってもだけど、そぼろの状態なんですよ。友達ちゃうちゅうねんね、そぼろの状態なんですよ、ほんまに。でもこれね、こう、キュッてしたらね、固まるんですよね。これでいいんでしょ、いいんでしょ、いいでしょ。これをまとめて、固めて、ラップで四角にせなあかんの。とりあえず固めたらいいな。手の中に全て収まりましたよ。あ、三角にしてもあかんのかな。はい、こんな感じに見えるかな。ね、こんな感じでしょう。これをラップで包んで、30分置きます。このまま冷蔵庫で30分置きます。はい、30分だったので取り出してきました。はい、これ2回に分けるんですって。じゃあ2つに分けるってことですよね。ラップを今からピャーッと出して、もう下にはこれヒーターあるんでね、こうしてこれを綿棒で伸ばすと。最初は別にいいよね、ちょっと手で押してもね。で、伸ばします。伸ばして伸ばしてって、あ、型抜きするんか。今からこれを外して型抜きするんだよな。はい、とりあえず、とりあえずですけども、こういう形になりました。大小中で、中がまあ分厚い、分厚さが全然ちゃうんですけどね。ほんで180度、10分から13分、13分焼きましょうか。よし、できましたよ。いました。暑いんですね、これね。非常に暑い。できてもまだちょっと暑いから、うん、暑い暑い暑いな。お皿に移し替えようか。暑い。え、なんかしっとり。あ、割れた。くそ、熱い。出来上がりました、クッキーです。あんまりなんかちゃんと伝われへん、この感じ。クッキーですよ。一応に焼けましたけど、まだ食べられへんですよ、これ。熱々なんでね、ちょっと粗熱を取りましょうかね。あ、割れた。どうしよう。よし。これ、残念ながら、ちっちゃい丸が割れちゃいましたけど、いただきます。ちょっとね、これ粉が固まってるだけですね。柔らかめのクッキー。もうちょっと時間焼いたら、サクサクしたんかなって思いますけども。水分奪われるわ。でもちょっとしっとりしてるけど、気持ちの上ではもうちょっとサクサクしてほしかったなって感じですね。やっぱ砂糖と塩って言ったんですかね。でもよく考えたら、この中に入れる必要分の糖で、でもまあこんだけしか食べへんよってなったら、そんだけのね、例えば 40g 砂糖を入れるってなったら、 40g 分がこの1個のかけらに入ってるわけじゃないですもんね。入れてもよかったんかな。ちょっとのね、お砂糖の甘さで、ほんとね、ヘモグロビン A1C が増えても嫌なんで、考えすぎかな。考えすぎでしょうね。まあ、今度はね、ちゃんと作ってみます。でもね、ダイエット食を作りたかったんで、やってみたんですけど、もうちょっとこれを改良に改良を重ねて、研究してね、また皆さんにお披露目できたらと思っております。こんな感じで。うん。あ、でも気持ちこっちの方が薄いから、なんか若干クッキー感は出てますね。サクサクはしてないですけど、でもこれぐらいの方が僕はちょうどいいかな。こんな縁やし。あんま硬いの食べたらね、ほっぺた痛いからね。こんな感じで、残りは子供に食べてもらいましょう。最後まで見ていきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、あとね、この僕のね、動画をね、登録してもらったらね、
大阪弁が上手くなるかもしれませんよ。僕ずっと大阪弁喋ってるんでね、ぜひよかったらお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。